はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。女性パーティーだけで挑むロマンシングサガ2、前回の続きからやっていきたいと思います。サイコ族を仲間にして帝国に戻ってきたところですね。多分このアバロンの木が発展できるよね。 OKOK いけるな。でもさ、これ30万でさ、アバロンの木植えてさ、で2400くらい収入があるの。100回くらい戦闘しないと元取れないっすよね。そもそも今アバロンの木ってどうなってんの。せっかくだから見に行こう。収入がいくらになってるか。2600か。10回戦って26,000、100回戦って26万。100回じゃ元取れないな。で今60万かけたよね。30万なんで、いやー相当戦闘回数をこなさないといけないな。で今回はこの下の地域ですね、氷海っていうのかな、ナズエル海峡を渡ってなんか氷の地方に行って、ちょっとね、あの遺跡があるはずなんで、そこでアイテムをくすねてこようと思います。あ、そうそう、これね、自動的にもう滑っていっちゃうんですよ。これもうさっぱりわからんな。あ、適当に行くしかないか。こうやってタコに当たるな、これ。お、当たらない。もう自分で動けないんで、ここまで来ると。あれ、なんか戻ってきた。あ、でもそうか、ひび割れてるところに行くと穴ができるんですよね。人権満たされてるけど、二段切りでいくか。でたらめや足がらめ効くかな。雨降らし、うわ強え、誰も効かない。げっ、体当たり、あんなに食らうのか。これ結構鬱陶しいよね。おら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 、おっ強い、当たった。あ、みじん切り、いいね。みじん切りと短冊切りってどっちが強いんだっけ。こうやってこうやってもしょうがないから、あ、タコに当たる。一応ダッシュとかできるんですよ。滑るのにもダッシュがあるっていう。あ、いけたな。でムーの住処があって、ここで情報を聞くのかな。我々は近づきませんが、東に行くと古い建物がありますよ。これだ。エイリークと申します。棍棒を得意としています。いらん。一応こいつ皇帝にするとムーフェンスを覚えられるんですけど、まあちょっと今回は皇帝にしないんで、残念ながら覚えないですね。まあムーフェンスは必ず高校になる代わりに防御が発動するっていう。もうこことか全然覚えてないな。お、宝箱。ガエと思ったら罠か。短冊切り、下のやつかな。弓はあんまり効かない。みじん切り4か。ってことは短冊切りの方が強いんだな。足絡み使っとこう。お、特攻だ。いやー、もう足絡めの足のないやつしかいないな。毒って結構食らうよねこれ。攻撃でいいか。術のレベルを上げるのも結構忙しいからね。とりあえずここ突破したい。お、いいね。でどっち、
これも怪しいけどな。ちょっとダッシュできる体勢にしとこう。カチャッと開けた瞬間に逃げる無駄だった。収束の矢でも使っていくか。ほら104。あれ、あ、この超音波もね、全体に食らうやつと単体にしか食らわないやつがあるから。意外にライトボールも使えますからね今のとこ。このまま下はでも突破できそうだな。スケルトンってあれ今まで戦ったことあるっけ。短冊で行った方がいいかな。ライトボール打って足柄目使おう。最近ちょっと遅いぞ。ほら、おお、いいね。上のやつしか攻撃してなかったからね。ちょい強いかスケルトン。なぜか回復してる。あ、もう一回足柄見つかっちゃった。まあいいや。よしよし。フリーメージの素早さを上げたいっすね。そうするとやっぱり。逃げろ。一番右は？いや、ここは正解でしょうみたいな。あ、正解だ。やった。25万円。アバロンの木を植えた金額は取り戻せそうだな。足絡み効くっけこいつ。足ないけど。うわ、ライトボールが効かない。まあ効かないよね。混乱か。この混乱はちょっと厄介だからな。お、そう、この超音波ね、全体っすよね。ああ、下のやつ攻撃しなかったな。最近何も上がんないね。ここあいつと戦いたくないな。突破する。よし。あの真ん中のところも怪しいけどね。これもな。カチャッ、おー、逃げろダメだ、これも2回戦闘することになりそうだ。下にもいたから。もう全力で行こう。全力で、全力で足がなめぐほ。やばい、投げ払い。あー、スタンしてしまった。てか集中攻撃してる。そろそろマジで LP やばいんだよあいつ。しかもスタン遅いし。なんてことをしてくれるんだ。もう3じゃん。本当にやばい。みじん切りにしよう。二段切りからみじん切りが発生しましたね。まあ、二段じゃなくていっぱい切るっていう、そういう感じか。結局生き返らせることができなかった。デタラミは打っとくか。足がダメ。ペインもスタンするんで、いていていて、やばいやばいやばい。無駄だったな。何？誰も倒せない。
もうめっちゃ集中攻撃食らったな。あ、やばい、皇帝がやばい、5とかこのターンで倒せないと死ぬな。攻撃あるのみでいこう。でたらめや、いい加減でたらめやが、おっ、なぎ払いを見切ったまた微妙だな。これで倒してくれ。よし、うおー、ダメだ、今ダッシュしてたからな。まあでもこのまま行こう。これは下のやつに攻撃した方がいいね。ファイヤーボールで上の骨取りを狙うか。何、ファイヤーボールを使ってきた。お返しだ。ライトボールは、ライトボールは効くか。てか弱え。あの火の玉は結構前から出てきてますからね。こいつは戦いたくない。真ん中はさすがに大丈夫でしょう。大丈夫でしょうっていうか結構あれになってんな、なんかスイッチみたいなのがあったけど。とりあえずこいつらを蹴散らすか。よし、いいね。おー、倒せない。なんで再生するんだ、骨のくせに。まあ、骨ではないけど、ゾンビのくせに。このゾンビが進化して骨になるのか、まあ、進化するんだか退化するんだかちょっと分かんないけど。おお、なんか巨人みたいなやつがいる。マジか。あー、これ強いんだよね、ノスペラン。これでいこう。全力でいかないと、これは。ライトボーティーか。で、混合力も使っていこう。よし、いいね。腕力アップ。まあ、どれくらい攻撃力上がるかっていうのは、いまいちわからんけど。うわー、混乱したー。でも、まだ、この混乱は、大丈夫でしょう。うわ、ダメだった短冊斬りを打ってくんなかったか。攻撃でいくか。300当たるからね。よしよし、ほら、この超音波持っていいんだよね。やばいやばいやばい、一番上のやつがやばい。よし、これを、う、突破できなかった。これ逃げれば大丈夫そうだけど、まあ倒していくか。いやー、あの巨人マジ強そうだな。あれ、電撃ゼロとか、どういうこと。ラバーソウル装備してるからか、多分だけど。この戦闘が終わって覚えてたら見てみよう。もったいなかったな、こいつに短冊斬りは。短冊切りめっちゃ主力で使ってるからね。装備アン、あー、ラバーソウル装備してんね、やっぱり。そう、雷槌に強いとかさ、いまいちわからないからね、これ。短冊切りか。ちょっとダメージが通りにくいからね、このスライム系は。ゼリー、90も食らう。水舞いもいまいちわからんし、ファイヤーボール効かなそう。水舞いとか、まあ、敵そのものは強くはないっすよね。おーっと、こいつらはまた、あ、技、げ、こいつの技 P が完全になくなった。ちょっと足絡みするか。うわー、遅い遅い遅いよ。よしよしよし。で、下のやつは多分足がないから効かないんだな。
何強い、一番上変な、これ何なんだかよくわかんない、ゲッ足絡め使ってきた、無駄だけど二段切りでいくか、でファイアポートで攻撃していこう、ほら、いやーやっぱ弓通らないね、おライトボールが効かない、足がやべ使われるとすげえ鬱陶しいな、ここはちょっと森の聖域だっけ、2つくらい使っちゃおうか、このゴビもあんまり戦いたくないけど、あれどうなった今、結局よく分かんなかったな、ワープするものかと思ったら全然違ったし、足絡みを使おう、あの巨人足絡み効くかな、効けばすげえ楽なんだけどな、ヘルファイアってかっこいいよね、ロマサが1だったら炎の魔法の最初の魔法なんですよね、ヘルファイア、あここに階段ができてんな、ちょっとセーブしよう、いざ尋常に勝負、いっぱいいる、でもなんかこいつ強そうっていうのはいないから、ま一人ずつ倒していくか、やばいやばいやばい、こいつはだからもう LP がないんだって、全然効かんな、ほらほら、よし、あとこの骨だけだ、あデタラメを使うまでもない、元気の水をちょっと使ってみよう、ま、このターンで型はつくけど、少し水の魔法も上げていかないとね、全然上がんないし、ゲースライムが2匹控えてんだけど、ここはちょっと節約でいくか、おっとライトボールでファイアボールで攻撃していこう、くらえ、これはもう一匹と戦わざるを得ないね、ただその代わり全然楽勝だ、弓が弱いんだよね、弓が、おーあそこに宝箱があって、なんでここにさスイッチがあるの、あのスイッチ押して大丈夫なの、宝箱ゲットしよう、おグリムリーパー、これあれでしょう、ちょっと見てみよう、弓でしょう、早速手に入れたよ、おお敵を皆殺しにする、あの巨人も皆殺しにしたい、お11からだってさ27だよ、これ超強え、よしよしよし、27って相当強くないか、スプラッシュは29でしょ、だってハルモニアが25だもんね、いやーいいもん手に入れたな、このスイッチ押すとどうなの、ちょっと押してみようどうなってんだか全然わからん、巨人マジかー、といってファイナルストライクを使うのはさすがにもったいないからね、俊足でこういう時に影縫いを用意してくればよかった、足絡み使おう、おっめっちゃ強い、当たんないか、峰打ち、いやーでも死ななくてよかった、えっ何こいつ2回行こうと、カウンター的な感じかな、ちょっと生命の水でなくて月光で回復をさせとこう、足絡め効かないかなマジで、ほら足絡め効かないか、いいね
2回コードだ、やっぱり。502とか、アホか。いやー、一応蘇らせておいてよかった。いや、こいつはきついぞ。ちょっと今回は諦めざるを得ないかもしれん。混合力かける、いや、足がらめにかけよう。頼む。あー、入った入った、よしよしよし。入るっていうのが分かれば。もうこのパターンでいくしかないよね。ライトボールとかだって無駄だし。どうしようかな。ちょっとやることねえな、こいつ。脳天割りとか。まれに眠らせる。眠らせよう。足がらめが入ってくれればすげえ助かる。よし、入った。脳天割りで眠らせ。あ、眠った。あ、眠ったけど攻撃するとさ起きるよね、こいつ。ようやく皇帝が復活した。脳天割り、足がらめ、ダブルでいこう。ダブル状態異常、これが入ると。うわー、で頼む、眠れ。眠ったで、一回眠れば起きても攻撃してこないと思うんだよね。うお、強え。これだけ打ち込んでもまだ生きてるか。そして脳天割りがもう打てなくなるな。入れ。あ、いらない。キャー、これ絶対から。お、見切った。追徴拳ってこれさ、縦でしょ。おお、見切ったのはいいけど。寝てろ。狙い、こういう時に限って寝ないよね。月光で蘇らせよう。あー、しまった、こいつあれだ、回復魔法がない。5000とか、ひどすぎる。これで倒せなかったら終わったな。偉い。死んだー、マジかー。倒せる気がしない。でもグリムリーパーは手に入れたよね。あの後ろ何があるんだろう。ちょっともう一回帝国軽装歩兵でいいか。頼んだ、あとはお前に託す。ちょっとあの巨人は後回しだな。先帝の無念を晴らす。というところで巨人強かったっすね。あいつはちょっと後回しにして、まあ、次回はもう少し、じゃあ別の地域を探索していこうと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。また動画の説明欄に Twitter のリンクも貼っておきますので、フォローしていただければ幸いです。では次の動画でお会いいたしましょう。